135丁目の入り口セントニコラステラスからの長めセントニコラスパークはニューヨーク市の公営公園である。マンハッタン区ハーレムにありハミルトンハイツとマンハッタンビルが交差する地区に位置する。この公園の広さはおよそ9万3千平方メートルで、北は141丁目から、南は128丁目、西はセントニコラステラスから、東は、 セントニコラスアベニューの間に挟まれている。有名なシェッパードホールを含むニューヨーク市立大学シティ、カレッジのキャンパスの多くはセントニコラステラスを挟んで隣接している。木々の豊かな公園で施設としてバスケットボールコート、遊び場、ウォールハンドボールコート、ドッグパーク、及びニューヨーク市公園、保養局指定のバーベキュー場が備えられている。他の見どころとしては マンハッタン変岸の岩層や渡りの時期に、房藤宇津木の花に群がる大カバまだらなどがある。最寄り駅は、ニューヨーク市地下鉄125丁目駅、135丁目駅、または145丁目駅である。この土地は最初、クロトン水道の土地収容によって1895年に取得された。さらに追加で土地を確保した後、1906年に、 公園の建設が始まった。この公園の名前はアムステルダムの守護聖人であった聖ニコラスの名前を、冠した通りに東西で挟まれているところを着ている。彼の肖像が最初のオランダ人の入植者たちをニューアムステルダムへ運んだ船の一つを飾っていた。公園管理委員の EN、サミュエル・パーソンズ自身がこの公園を設計した。 この公園は次に1909年に拡張され、南端が128丁目となった。1931年、遊び場が129丁目沿いに開設された。新しい遊び場は1965年に、この場所に設置された。アレクサンダー・ハミルトンの歴史的家屋、ハミルトン・ハウスが2008年に、セント・ニコラス・パークの北側、141丁目に、 面して移設された。ありがとうございます。